ノノーボーーボル、ノーライフ、日本サッカーが王国ブラジルと同じ問題に直面している近年欧州各国リーグで日本人選手の活躍が著しいイングランドプレミアリーグでは三オ薫26イコールブライトンがスペイン一部リーグでは久保建英22イコールレアルソシエダードイコールフランス一部でも南の匠 28イコールモナコイコールが復調して結果を残している。レベルの高いリーグで揉まれることで各選手が成長。代表のレベルアップにもつながっており、日本サッカー界にとって喜ばしい話だ。だが一方で、国内に目を向けると J リーグの空洞化という問題も出てきている。J リーグ開幕30周年を迎え、 日本のサッカー環境は急速に整えられてきている。中学、高校、クラブとそれぞれの場で基本技術がしっかりと指導され、確かな技術を備えた才能ある子どもたちが多く育つようになった。結果として下部カテゴリーの日本代表から国際大会でも結果を出せるようになっている。これが海外クラブスカウトの目に留まり、青たがいにつながっている。 トスから移籍したバイエルンミュンヘンの MF 福井太一、19、などはその恒例だろう。若いスター候補が J リーグで場数を踏むことなく、早い段階で欧州へと渡る。これにより、この成長、ゆくゆくはその力が代表の強化につながり、日本サッカーの成長に結実する。好ましいことではあるが、同時に国内では若い実力者が不在となり、 クラブリーグのレベル低下、人気低迷につながることが危惧されることになる。もちろん、欧州から J リーグに復帰する選手たちも日本サッカーの成長を支えてくれている。神戸の FW 大迫勇や33などは欧州での経験を還元すべく、実際に J リーグで活躍している。彼らは力のある選手たちであることは間違いないが、 選手によっては欧州での移籍先がなく、日本に戻ってきたものも少なからずいる。今でも欧州で通用し、必要とされるのであれば戻ってくる道を選択はしないだろう。言葉は悪いが、ピークが過ぎた選手という事実は否めない。30代、帰国組の活躍も歓迎すべきことだが、 彼らばかり目立っているようではリーグのタレント不足が露呈され、底上げができていないことを案に示しかねない。海外へ飛躍する若手が次々と出てくることは一昔前では考えられなかった。素晴らしいことではあるが、やはり手放しには喜べない。元ブラジル MF 代表で、J1 鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコ氏、70、が、ブラジルでも同じことが起こっている。 若い選手が欧州へ渡り、国内はタレントがいない、と話してくれたことがあった。王国と呼ばれるブラジルと同じように、才能の流出に悩む時が来るとは、贅沢な話ではあるが、深刻な問題だ。優れた各国の代表クラスの選手や優秀な監督を呼び、リーグを強化するのも一つの策、とジーコ氏は一つの解決法を提案してくれたが、 円安や J クラブの経済規模を考えるとスター選手、名称を獲得するのは現実的ではない。シーズン周到性、同様に J リーグ、各クラブがこの難題にどう向き合っていくか。急速に成長する日本サッカーがまた新たな壁に直面している。